今の気持ちを教えてください。そうですね、今年はすごい、G1 の決勝何回も乗りながらもなかなかこう優勝できずにもどかしい気持ちがあったんですけども、またこうして、3度目の正直で取れたことを本当に嬉しく思います。はい、日本選手権競輪、小松の上県杯競輪の決勝で得たものっていうのは生かされたんでしょうか。いや、僕の中ではすごい、いい記憶になったなと思ってますし、これでまた今度はオールスターの舞台で、しっかり優勝できるように頑張ろうという気持ちがあったので、それがうまくいってよかったなと思ってます。で、レースなんですけども、スタートは後ろの方からとなりましたが、どのように考えていましたか、最初は。まあ、その僕の中では特に意識することなく、牽制があったら前に出て、組み立てようかなと思ったんですけども、すんなり並びも決まって、自分の一番好きな主導系ができたので、自信を持ってかけました。周回中はどのようなことを考えながら行ってました。そうですね、竹内さんとの先行勝負があったんで、あると思ったので、いかにそれをうまく乗り越えようかなっていうのを考えてました。はい、レースはその、竹内さん率いる中部勢が先に動いていきましたが、どのような気持ちでしょうか。そうですね、先行争いはもう覚悟してたので、その中でもやっぱ浅井さんを乗り越えるか乗り越えないかの差だと思って、そこがうまく勝負が決めてよかったなと思います。そう、踏み出してから、おそらくジャン前ぐらいから踏んでたと思いますが、合わされながらもできました。そのあたり、ご自身でどのように感じてますか。正直自信はなかったですね。そこで、先行勝負をして、負けたら力がやっぱり自分の中で弱かったのかなっていうのを思ったので、そこをまず、ね、勝負することだけ考えてたので、うまくいってよかったです。その後、前にできましたが、後ろの様子とかはどうでしたか。全く見る余裕がなかったですね。バックの方では和成さんも強いですし、まくってくるのかなっていう不安もありながら回してました。で、それでコーナーを回っていきますが、まだ後ろからは誰も来てなかったと思います。そのあたり、そこも全く見てなかったです。最後の直線ありましたが、そのあたりはいかがですか。直線はものすごく長いなっていうふうに思いながらも、必死に組めたかなと思います。そして、ゴール戦を、お一人で駆け抜けたことになりましたが、ゴールの瞬間いかがでした。そうですね、まさかその大きい舞台でこうやって後ろを離してゴールするなんていうのを考えてなかったので、ちょっと遅れて、やっと勝ったんだなっていう実感がありました。その優勝の実感っていうのはどのタイミングでした。半周回った後ぐらいかな。それで声援とかはいかがでした。声援は、ものすごく大きかったので、何としてもこの期待に応えなければっていう使命感が強かったですね。ボール後の声援はいかがですか。最初はあれ優勝したのっていうちょっと疑問があったぐらいだったんで、嬉しかったです。で、これでグランプリ出場の権利を得たことになりますが、そのあたりの気持ちはいかがでしょうか。でも僕はそこを変に意識することなく、しっかり競技とこの競輪の両立をうまくやっていきたいなと思ってます。そのナショナルチームの練習とかも、だって競輪への参加は少ないんですけども、競輪につながった部分とかいうのがあれば教えていいですか。そうですね、東京オリンピックでも競輪で金メダル取りたいっていう強い意志の下で生まれたものだと思っているので、この練習は一日一日集中して練習したおかげだと思っています。はい、でですね、少し今後の予定どのようになっているのか教えていただきたいです。そうですね、あさってからインドネシアでアジア大会があるので、まずはその大会にしっかり集中して走って、その後は、どういう予定なのかわからないんですけども、ワールドカップ、トムフトシンドアイと、大きいレースが続くと思うので、そこをしっかり頑張りたいと思います。はい、で、競輪への参加の際は、G1 覇者として、今後扱われていくことになると思いますが、今後の目標、抱負などあれば最後に教えてください。そうですね、こうして選考で G1 取れたことによって、ようやくこう自分の中で思っていた選考日本一っていうことを掲げながら、今後の G1 グランプリも走れると思うので、これを胸に、また次もしっかり頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。